こんにちは。こんにちは。こんにちは。この度はね、4月22日、もうすぐ。はい。いよいよですよ。ね、いよいよ。はい、皆さん予約ありがとうございます。ありがとうございます。着々と準備してます。ね、しております。本当に。はい。はい、で、ほら、今回ちょっと企画が。うん、そう。そう。そう。はい、皆さんにやってほしいね。ね、ミュージックビデオね、はい、これをねちょっとその日に撮ろうということ で、はい、でどうせ撮るんやったらさ、なんかこう演奏風景だけじゃなくて、うん、もう来てもらった皆さんにも、うん、こう一緒にちょっと参加してね、うん、そうみんなでね、そうみんなで作ろうと、そうなんです、そういう企画がありまして、入場するとき、会場するときと休憩時間、休憩時間、うん、休憩時間、それから終演時間っていうタイミングで、うん、カメラマンがいますから、はいはい、でその人にのところに行って、はい、それで、皆さんにはですね、こうプレゼントをこう、うん、こうね、こういう感じでこう渡す、うん、こういうジェスチャーをね、ジェスチャーしてもらいたい、はい、カメラの前で、カメラの前で、はい、はい、そうなんです、そういうことですね、そう、ライブ中にどうバーっていうそういうまたイメージじゃなくて、うん、そう、それぞれの、映像を、はい、撮ってもらいたいと、はい、手だけでいいんですかこれは、何か、ね、顔も全体映るんですね、顔も一応全体映る感じなんですけど、はい、もしまあそこはちょっと交渉で、はい、手だけ、顔はちょっとっていう人はこういう感じ、はい、うん、ああ、なるほどね、ありかもわからない、あ、確かに、それはもう強制じゃないので、はい、いやちょっといいですっていうのはもちろんそれもあり、はい、うん、で、ですね、はい、このジェスチャーのここに、はい、一応、はい、そういう脚本なんですよ、お、そうですね、そうなんです、みんながいないとできない、できない、そうなんです、これは大変だ、我々だけでやっててもね、そう、もうシュールすぎちゃう、本当にお願いしますもうぜひやっとくださいね、本当もみんなで集まってみんなでプレゼントを渡してあげたいというのが僕らのねイメージだったけどね、そうなんですね、できることの最大ベスト、ね、はい、ね、はい、感染的なことも、うん、まあ、こっちもケアして心配のないように、うん、そうですね、その辺もご安心ください、はい、それあとほら、一人一人で一応撮ってもらうんですけど、一人恥ずかしいなっていう人は友達と二人でこういう感じ、三人の映像コーナーもありかもわかんないです、うん、まあ、それもね、うん、ジェフちゃんはこっちからこっち、一応多分、ね、多分そうなんだ、ね、はい、まあ、現場で現場で指示にしたかっていただける、会場の時ね来て、うん、いやいきなりちょっと気が向かんなっていう人は、うん、ライブ見て、あ、休憩時間行ってみようかなと思ったら、そのタイミングで、ね、温めて、そうそう、温まって行こうっていう人もいいし、うん、はい、ですね、うん、帰り際にやっぱりやろうかなと、うん、そういうのもあり、出来上がった動画っていうのは、あ、そう ね、一応ね、まあ来月か、まあ、5月いっぱいぐらいですかね、うんうんうん、皆さんで一つのものね、作りたい、いいですね、はい、大きなプレゼント作りましょう、あ、いいね、うまいこと言いました、大きなプレゼント作りましょう、さすが、閉まりましたね、閉まりましたね、まあ、この企画、我々を楽しみにしてますので、はい、そうですね、はい、そして何よりもライブを楽しんでいただいて、うん、そうね、本当に、ね、はい、もういい時間を過ごしましょうよ、はい、はい、お願いします、荻窪の街角でお会いしましょう、カントジフワでした、カントジフワでした、長い。